道の区の道、ひさの道ほかは、芝良太郎の気候文集、街道を行くの第3巻。週刊朝日の1972年2月11日号から1972年9月29日号に連載された。上代より中央からの独立性が強かった二つの地域、欧州と九州南部を旅した。この二つの地域は、米作という面では対照的な地域であり、 そのことの歴史や思想への影響について語られている。最後に芝が居住する河内地方での数度にわたる旅について書かれている。旅の時期は1971年11月10日から11月12日までから2日目という記述から推定飛行機で東京から八戸に飛び、八戸に一泊後、九時街道を経て九時に至り、太平洋沿いに、 八戸に戻りも一泊した後、豊臣時代以降対立関係にあった津軽藩と南部藩の藩、堺まで足を伸ばした。寒冷ゆえ米作に適さなかった道の区地域の過酷な運命とそこで育まれた安藤昭益の農本的共産主義思想を取り上げる。またこの地を旅した高山彦九郎や柳田国夫について触れる。登場する同行者は画家の須田国太。 編集部の H、及び案内人の西村よしみ。旅の時期は1972年3月22日から3月24日まで。1972年1月より、薩摩の人間風土を背景にした小説、飛ぶがごとくを執筆していた芝は、この旅の初めに、その小説の最終で描くことになる、西南戦争の激戦地、田原坂を訪れる。さらに南下し、 八代に立ち寄った後、人吉街道を通り、人吉にて一泊。人吉では、鎌倉時代から七百年以上続いた相良氏の城跡を訪れる。その後、戦国以降西南戦争まで半外に対して閉ざされていた旧七峠を越え、薩摩半領に入る。その夜は、鹿児島の三大ホテルの一つと言われるところに泊まったが、そのわい雑さに、 鹿児島には洗練された文化意識というものが絶えてしまったのだという思いを抱いた。九州が豊かさゆえに中央から独立権を形成し得たこと、一方で、薩摩藩では不能不詳が育たず、伝統を溜め込んで洗練し、時代に継承していくことがなかったため、明治で藩が覆ると同時に全てを失ったということが述べられている。登場する同行者は、砂国田。 編集部の H、編集部の H の同僚の夫人、詩人の T シバが居住する河内地方の古墳時代以来の豊かな文化を数度の旅を通して描く。ありがとうございます。